ましたね。ではやる気になるペンギンたちで、ここにあるいろいろな運動を使って、いろいろな運動をしてもらいます。はい、最初は、この小さな飛び込み台からの飛び込み行ってみましょう。はい、さあ、やる気になるペンギンたちが登ってきましたね。ここから飛び込んで、まずは皆さんペンギンの泳ぎ方をご覧いただきます。はい、落ちそうになってるペンギンもいますけどもね。ではしっかりと指のサインですからね。みんなどんどん勝手に飛んじゃいましたね。なので君たちはいいですから、しっかり指のサインでね、飛びますよ。大丈夫かな、落ちちゃいました。はい、ではいきますよ。せーの、それ、はい、やけてきました。はい、では皆さんペンギンの泳ぎをご覧ください。泳ぐ時には翼を使ってね、上手に泳ぎます。ペンギンは空は飛べませんが、水の中を飛んでるように、とても速いスピードで泳ぐことができるんですね。はい、では続いての種目は、こちらのシーソーをやっていきます。これは乗って浮かしますよ。はい、一応やってきましたね。はい、じゃあみんなこっちまで歩いてきて。はい、今度はこっち頑張ってね。ではもう一回いきましょう。はい、それ、はい、やってできました。これだけでおしまいなんですけども、体重を利用して浮かしました。ペンギンの体重は約4キロから5キロの重さがあります。ペンギンは空は飛ばないので、体重は結構重たい方なんですね。はい、では次の種目は、こちらのハードルです。高さは5センチ、10センチ、20センチです。ここではペンギンのジャンプ力を試しています。ペンギンは意外とジャンプ力いいですからね。本気になると、この高いハードルも軽々と飛び越えることができます。はい、では今日はね、そのジャンプ力をぜひ見せてもらいましょう。はい、いいですか。まずはね、5センチから始めますよ。はい、5センチ飛んできてよ。はい、頑張って。何やってんの、ズルしないようにね。はい、もうなんかね、バラバラになってきましたけどね。はい、じゃあ次はね、10センチ行ってみましょう。はい、じゃあ君たちで、ね、1回、後ろに戻ってね。はい、10センチ始めますからね。はい、いいですか。はい、ズルしないようにね。はい、頑張って飛んできて。はい、ダメですね。最近横から来ることを覚えましたからね。あまり飛んでくれないんですけども、おまけにですね、このハードル真面目にできるペンギン、この中に1羽しかいませんからね。はい、はい、そのペンギンがね、ようやく上がってきました。君10センチ飛んでみましょう。よいしょ。おー、なかなかのジャンプ力でした。はい、じゃあ最後は20センチです。はい、頑張って。はい、実は真面目にやるようにね。はい、10センチで今日は頑張ってもらいます。よいしょ。はい、やってきました。はい、では続いての種目いきましょう。こちらの浮島やっていきます。はい、こちらのように渡ってきますよ。もういいですね。落ちちゃいました。落ちちゃいましたね。はい、1羽ずついこうね。もういいですね。はい、逆できました。結構バランス感覚がいいですね。はい、ペンギンは大好きなお魚を食べています。イカなどでお魚を与えています。お、もう一羽いきましたね。はい、頑張って。はい、経験できました。この種目だけはなぜかすごく人気があるんですね。はい、また行きましたね。まあ、さっき落ちたペンギンですけれどもね。お、もう一度行きました。大丈夫かな。ちょっとペンギンオーバーになっていますけれどもね。はい、もう板が沈みかけちゃっています。はい、では次はね、落ちないように帰ってきてみましょう。はい、この種目は帰ってきて完成ですからね。はい、戻ってきてよ。はい、どうかな。はい、どうでしょうか。おっ、いいですね。戻りそうですね。はい、頑張って。あ、落ちましたね。はい、では次の種目に行きましょう。続いては、後ろの滑り台やっていきます。この滑り台一番人気がないんですけどもね。今日はどうでしょうか。滑り台やってみたいペンギンいますか。はい、登ってみましょう。はい、最近は珍しく自分から登ることもあるんですけどね。今日はどうでしょうか。はい、どうかな。登ってみますか。はい、あんまりね、登る気はないようですからね。はい、じゃあ君ね、一番よく食べましたから、やってもらいますよ。はい、完全に食べないようにね。もう食べ放題になってますね。はい、このペンギンにはね、みんなを代表して滑ってもらいます。はい、もうすごい食欲ですね。やる気満々ですね。はい、では指のサインで滑りますよ。はい、しっかり前向いてね。はい、それ歩いて歩いてますね。はい、全然滑り台になってませんでした。はい、ということで次はもう最後の種目になっちゃいました。最後は、この高い飛び込み台からの、豪快なダイビングで勝負してみてもらいます。もう最後ですからね。もう全部食べてもいいですから、指のサインに足飛び込んでもらいます。食べるときは、噛まずに丸飲みで食べてしまうんですね。1日に、大体1杯で 500g 近くの魚を食べてしまいます。はい、じゃあいいかな。何やってんの。あ、帰っちゃいましたね。なんで自分勝手なんでしょうか。もうみんな好き勝手にやってますね。はい、じゃあ君はね、
ました。続きまして、皆様向かって右手奥にありますトドショープールで豪快なトドのショーを行います。